うちの旦那は仕事からかなり朝早く起きて出勤する。だいたい5時には一緒に起きて、私は朝ごはんの、旦那は出勤の支度をする。眠い目をこすって台所に立ち、旦那が洗面所で顔を洗っている音が聞こえた。突然インターホンが鳴って、覗き窓から見てみると見たこともない小学生低学年の男の子が、ランドセルを背負って黄色い学帽をかぶって立っていた。誰？どうしたの？って聞くと、その男の子、ママが怪我しちゃったから絆創膏ちょうだいって言ってきた。どこの子だろうって思いながら台所に戻り、救急箱から絆創膏の箱を取って玄関に。ドアを開ける前に、ねえ、どこの子？と聞きながらサンダルを突っかけていると、その子、僕のママ、血がいっぱい出ているの、という。じゃあ絆創膏じゃ間に合わないんじゃない？と思いながら、どうやって怪我しちゃったの？と聞くと、ママ、血がいっぱい出て動かなくなっちゃったの。早く開けてよ、って。なんか怖くてやばい。と思って、うちはダメ。どっかよそに行って。と言うと、ドアを、すごい勢いで蹴った音がして、静かになった。ドキドキしながら覗き窓を覗くと、その男の子が、外側の覗き窓の高さまでよじ登って、反対にこっちを覗いて、ニヤニヤしてる。そっとして後ろに下がって。と、そこで目が覚めた。心臓が、まだドキドキしている。旦那が、あれ？また寝ていたの？と言いながら、洗面所から部屋に戻ってきた。ほっとして起きて、ご飯を作らなくちゃと思って、布団を出ようとしたとき、右手に、絆創膏の箱を持っていた。あれ？と思っていると、旦那が、さっきお膳玄関にいてなんか騒いでいたから、どうしたのか聞こうと思ってたんだよ。なんかドアとか蹴られてたろ？